とりあえずバギーとマルチコプターに組み替えたんですけど、個人的に好きなのは皆さんこんにちは、ジェシーレブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴドリームズマテオのオフロードカーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2023年に発売されたレゴドリームズです。ちなみにこちらは先月のトイザラスのブラックフライデーセールで800円で買いました。はい、箱はこのようになっていて、このオフロード感めちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみにこのセットなんですけど、ジャケ買い兼パーツ目当てで買いました。この後ろはこんな感じです。今回はこちらのオフロードカー以外にこちらのマルチコプターに組み替えることができます。こちらの定価は1380円でピース数は94個です。ちなみにこちらのセットは、はい、2個買いました。ちなみにもう1個はパーツ取りとして開けたいと思います。今回はこちらのオフロードカーとマルチコプターを組み立てます。はい、まずはベースが完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で9分で完成しました。最近10分で作るものが多かったんですけど、10分切ったのって結構久しぶりだなって思いました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみにシールは全部で4枚あって、残りはカスタマイズシールです。ではシールを貼っていきます。せーので、はい、完成しました。まず思ったのがこのオフロードカーの本体なんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。これだけで700円か800円ぐらいのポリバッグに入ってるミニキットに入ってもいいんじゃないかなって思っております。はい、今回付属するミニフィグはこちらのマテオのミニフィグが1体だけです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。右手にはスライムガンを持っていて、左手には砂時計がついております。全員のメカロボットについてくるマテオと並べるとこんな感じで、ミニフィグ自体はほぼ一緒なんですけど、ベルトがなかったり、今回持ってる武器がスライムガンになっていますので、まあ基本的に言えばほぼほぼ一緒で、アクセサリーが違うだけです。ちなみにマテオのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、このように回転させて表情を変えることができます。右手のシューターはこのように、で、右手のシューターはこのように発射させることができます。はい、続いてはこちらのグリムスポーンです。グリムスポーンに使われているパーツは全部で5つになっていて、少ないパーツでよく作られていると思います。ナイトメアモンスターと比べるとこんな感じで、なんかこうして見ると敵の親分と子分みたいに見えますね。ちなみにこのグリムスポーンなんですけど、ギミックは特になくて、強いて言うのであればマテオの砂時計をこのようにつけて、砂時計を持って逃げるシーンを再現することができます。砂時計自体がスタンドになりますので、このように安定させることができます。いきます。はい、じゃあ続いてはこちらのオフロードカーの本体を見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ベースカラーは白になっていて、一部にブラックやクリアグリーンが使われております。で、この部分に Z が乗っています。メカスーツについてくる Z と比べてサイズめちゃくちゃ小さくなりましたね。では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。前回のメカロボットについてきたシールとはちょっと異なる形になっております。ただ文字のフォントとか雰囲気はほぼほぼ一緒になっております。この部分がハンドルになっていて、真ん中がモニターになっております。シールでハンドル再現してるの結構面白いなって思います。羽のシールも前回のメカロボットとまあ大体一緒ですね。はい、そして裏はこのようになっていて、この部分がジェットノズルになっております。ちなみにこの素体でのギミックはこのウィング部分がこのように稼働するだけです。ここにマテオのミニフィグを乗せることができます。はい、乗せてみるとこんな感じです。今から残りのパーツを使ってオフロードカーとマルチコプターに組み替えます。ではまずはオフロードカーを組み立てます。はい、まずはバギーに組み替えました。いや、これタイヤがつくだけで雰囲気が全然違いますね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このバギーで一番目立つのはこれですね。このグリーンのパーツがめちゃくちゃ目立ちます。ちなみにこのパーツは前回のメカロボットに使われていたパーツと同じです。正面から見るとこのようになっていて、タイヤとこのクリアグリーンのパーツがめちゃくちゃ目立ちますね。ここにマテオのミニフィグを座らせます。はい、座らせるとこんな感じです。で、このまま転がし走行もできますし、右手のシューターも発射させることができます。はい、では大きさ比較いきましょう。レゴマリオと並べるとこんな感じで、なんかレゴマリオと並べるとなんかマリオカートサイズに見えますね。ちょっと無理やりなんですけど、レゴマリオを乗せてみると、はい、こんな感じです。あー、なんかマリオカートサイズって言えばまあそれっぽく見えますね。それではレゴスピードチャンピオンと並べるとこんな感じで、長さ的に言えば旧版と新版の間ぐらいの大きさになっております。ちなみに幅は新版より少し広いです。では続いてはこちらのマルチコプターに組み替えます。はい、
マルチコプターに組み替えました。はい、マルチコプターに組み替えたんですけども、これめちゃくちゃかっこいいな。さっきのバギーと全く印象が違いますね。ちなみにこのクリアグリーンのパーツは一緒で、一部のテクニックパーツやプロペラがついております。タイヤなんですけど2つだけジェットエンジンになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。では近くで見るとこのようになっていて、操縦席部分については全然変わってなくても、一番変わってるのはここですね。このタイヤがプロペラになりました。ちなみにプロペラはこのように回転させることができます。ではマテオのミニフィグを乗せます。はい、乗せるとこんな感じです。とりあえずバギーとマルチコプターに組み替えたんですけど、個人的に好きなのはこのマルチコプターですね。はい、では最後に前回作った Z のメカロボットと並べるとこんな感じです。色が一緒なので違和感はないですね。あ、ちなみにこのメカロボットなんですけど、ちょっと改造しました。後ろのジェットエンジンをこのように剣にしました。なんかこうすることによってすごいかっこよく見えるので、僕はこのようにしました。これちょっと改造して背中に取り付けたいなこの部分にちょうどポッチがありますので、ここに取り付ければと。おー、はい、取り付けてみるとこんな感じですね。これ背中につけるよりかは腕につけた方がかっこいいんじゃないかな。ちょっと一回腕外してここに取り付ければとよっと。おー、はい、取り付けてみるとこのようになります。あー、これはあー、なんかすごいかっこいいですね。ちなみにこれ保持力はそんなに安定しないので、これ離すとはい、このようにブラーンってなっちゃいます。これ色も合いますので、なんか強化があったりするのも悪くないんじゃないかなって思います。はい、レゴドリームズマテオのオフロードカーはこんな感じです。はい、ということでレゴドリームズマテオのオフロードカーを組み立ててレビューしていました。一応マルチコプターにはなっているんですけど、このオフロードカー自体が少ないパーツでかっこよく作られているところがとてもいいと思いました。で、あとはパーツを付け替えてこのようにマルチコプターに組み替えるのもすごく面白いと思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。